かわいい、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 こんにちは、礼儀正しく、こんにちは、ありがとうございます、こんにちは、ねえすこちゃん無視されて、無視されて、無視されて、はい、それぞれ上がっていただければと思いますのでね、じゃあ炭治郎もね上に、あ、炭治郎ちょっとねみんなを心配ねしてる様子ですけれども、うん、あ、ねずこも無事に上がりましたね、優しいね、はい、うん、動きが可愛い、これ後で写真撮れるんですか？あのもちろんでございます、大丈夫ですか？後で撮りましょう、はい、ありがとうございます、ぜひねあのこの様子今のお写真ということで言うとちょっと炭治郎がさまっすぐ見つめてくるとちょっとなんか目をそらしちゃいそうになるぐらいねあの、ま、っ すごいまっすぐだよね、すごいまっすぐ見つめてくるんだよね、めっちゃまっすぐだよね、そうですね、やっぱりこう炭治郎はね、うん、まあ、本当にそういう、まあこうね、気持ちの、方ですのでね、そうしてますので皆さん全員全然こっち見てくれないんだよ女の子ばっか見てるでしょ、ねずこちゃんいるんだよはい、そうですね、まずあの会場の皆様、そしてライブビューイングをご覧の皆様、今回はねあのお越しいただきまして、そしてご覧いただきましてありがとうございます、ワールドツアーがね始まったということで、まあその個人的には他にもいろんな国に本当に行きたかったなっていう思いがね、もうスケジュールが完全に出ちゃってるから僕が行けないことは確定しているんですけれどもね、なんかとかくでも本当にあの世界中のねいろんな方々、日本のね、いろんな方々が、この上映を見ていただいて、そして、刀鍛冶の里、テレビねアニメの方がですね、もっともっと盛り上がるように、皆さんも一緒にねあの力貸してください、そして我々もね、これからも鬼滅の刃が、もっともっと盛り上がるように、頑張っていきたいなと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは紀藤さんお願いいたします。はい、ついにようやく劇場公開されたということで、たくさんの方々にお集まりいただき、そしてライブビューイングでもたくさんの方に多分見ていただいてもらっていると思いますし、まあ、他の、ね、タイミングで劇場に足を運んでくださる方もすごくたくさんいらっしゃると思うんで、本当に本当に鬼滅の刃がこう始まってからこうずっと皆さんが好きでいてくださって、盛り上げてくださっているのが本当に本当にありがたいし嬉しいことだなと思っております。刀鍛冶の里編もこれからテレビ放送が始まりますし、ワールドツアーで私たちもいろんなところを回らせていただきますので、小さい声でいいなって言わないでください回らせていただきますので、これからもどうぞ鬼滅の刃の応援をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。